こんにちは、金黒です。 iPhone でも USB メモリーが使えることが分かりました。金黒レビューチャンネル。今年秋にリリースされる iPadOS にアップデートすると、 iPad Pro の USB Type-C 端子に直接外部のメモリーの USB メモリーなどに直接アクセスできるというふうに WWDC のキーノートで語られていました。iPad Pro だとつながった USB メモリーに直接アクセスできるということは、 USB メモリーのデータをいちいち iPad Pro のストレッチにコピーする必要は特になく、 USB メモリーにデータがある状態でそのまま編集して、編集した結果も USB メモリーに直接保存できるので時間短縮できるなというふうに思っていました。最近 iPadOS や iOS13 のパブリックデータ版が出て、そこで新しく分かったこととして、 iPad Pro でなくてもライトニング端子の iPad でも直接外部メモリにアクセスでき保存することができるっていうのが分かりました。ライトニング端子の iPad で USB メモリ使おうと思うと、 Apple 純正のこういうライトニング端子と USB がケーブルでつながったライトニング USB カメラアダプターを使えば、ライトニング端子の iPad に挿して、そしてここに USB メモリを挿せば iPad から直接外部データの USB メモリにアクセスできるようになるので、これは iPadOS の正式なアップデート楽しみだなというふうに思っていました。じゃあそこからもう一つ展開して、ここライトニング端子に挿してるんであれば、ライトニング端子の iPhone、これにカメラアダプター挿して USB メモリ挿したら、これ動かないのかなと思っていたら、どうも秋にリリースされる iOS13 だと、このようにライトニング端子にこういうカメラアダプターを使えば USB メモリに直接アクセスできることがさらに分かりました。結局外出先で iPad や iPhone にUSB メモリーを使ってアクセスできるっていうことは、また使い方の可能性が広がったというふうに思います。金黒レビューチャンネル。 iPad や iPhone から直接外部メモリーにアクセスできるということは、例えばとっても使いやすそうな例として、今までドローンやカメラのデータをいちいち iPad や iPhone にデータをコピーして編集していました。私は動画のデータを扱うことが多いので、そのデータを iPad や iPhone にコピーする時間がかなりかかることが多いので、これは時間の無駄だなというふうに思っていましたが、直接データにアクセスできるということは、ちょっとした待ち時間に動画の編集を外で編集することができて、このコピーする時間が短縮できるっていうのは私にとってはすごくありがたいなというふうに思いました。外部メモリーの状態で動画の編集をしてしまうと、また自宅に帰って今度はパソコンにつないでそのデータをアクセスしたらいいだけなので、外出先でのこのデータのコピーする時間が減るっていうのは私にとってすごく助かる使い方だなというふうに思いました。早速この iPadOS や iOS13 が新しくリリースされたら、そういう使い方してみたいなというふうに思っています。今回は iPadOS や iOS13 だとライトニング端子から直接外部メモリーにアクセスできるっていう内容の動画でした。また iPadOS や iOS13 の便利な使い方、動画でご紹介していこうと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。